皆さんこんにちは、こすけです。 2,3 ヶ月前にアテンザにアルミテープチューンをしてみたという動画をアップしましたが、今回はね、そのアルミテープチューンをより進化させて、もう少しね、詳しく効果を検証していきたいと思います。前回は1回目のテストということで、ホームセンターに売られている600円くらいだったかな、安いアルミテープを使いましたが、今回はね、この導電性のアルミテープを使います。糊の部分に電気を通すものと通さないもの、どっちがいいかというのはね、諸説あるんですが、おおむね詳しい方や専門家が糊比べた記事を見る限りだと、どっちでもね、一定の効果はあるということみたいですね。ただ今回はより効果があると言われているこのね、導電性を使います。そして貼り方に関しても少しだけね、工夫してより電気を逃がしやすくしてみたいと思います。さらにね、貼る場所も前回のように全部いっぺんに貼るのではなくて、少しずつね、いろんな場所に貼って効果を検証していくという、まあ今回はね、そんな方法で何回かに分けて動画にしてみたいと思います。前回のテストでは車のいろんなところにね、外装だとかエンジンルームとかいろんなところにアルミテープを貼って、体感でね、どのぐらい効果があるのかというのを試してみたわけですが、今回はね、全部いっぺんに貼らないで、場所をある程度限定して少しずつね、貼って剥がしてを繰り返しながら効果を検証していきたいと思っています。で、第1回目の今回の動画でアルミテープを貼る場所なんですが、ステアリングコラム、ここね、ハンドルのこの下のステアリングコラム、ここにね、貼りたいと思います。このね、ステアリングコラムの下の部分というのは、ネットの記事なんかでも最も効果の感じられる場所の一つとしてね、いろいろね、話題になっている場所で、まずはその効果のありそうな場所からテストしてみようと、まあ、いうわけですね。で、ステアリングコラムのここにね、アルミテープを貼ることで、フロントタイヤ周辺の静電気による悪影響を緩和できるみたいなんです。このハンドル周りだけじゃなくて、フロントタイヤまで静電気を緩和できるということですから、操作性なんかにね、大きく影響するということで、結構ね、期待できそうな場所ですし、効果を実感したという人が多い場所でもあります。で、検証方法なんですが、まあ、結局ね、乗ってみて乗り心地だとかハンドリングなんかの変化を僕がね、実際に体感でどう感じたかというのをお話しするしかないんですが、もう少しね、客観的に分かりやすいデータもあればなということでね、アルミテープを貼った状態と貼ってない状態で燃費の計測なんかもしてみたいと思っています。まあ、今回はね、このステアリングコラムに貼るということで、どの程度燃費に影響するか分かりませんが、フロントタイヤのね、余計な静電気も除去してくれるということであれば、多少ね、効果があるかもしれないと思ってます。で、トヨタとかね、そういう大きな会社になると、いろんな機材を使ってテストできるんでしょうが、何の機材もない僕が数値で検証するとなれば、燃費ぐらいしかね、方法がないので、今回はそれでやってみたいと思います。今回燃費の検証をテストする場所なんですが、まあ、うちのね、割と近所にちょうどいい往復2キロぐらいで2車線で車通りが少なくて、そして信号がないというね、ちょうどいい道があるので、そこで往復だいたい2キロを、まあ、3セットぐらいやってね、燃費の計測をしてみたいと思ってます。で、まずはね、アルミテープを貼る前の状態からね、チェックしてみようかなと思います。まだアルミテープを貼ってないので、まあ、僕としてはね、いつも通りの車という感じですね。で、ここの信号を越えて直線に入ったところで燃費をリセットして、で、60キロまでアダプティブクルーズコントロールでね、加速して、で、途中で U ターンして、また今のところに戻ってきたところの燃費で計測します。3回ね、こんな感じで燃費を測定した結果がこんな感じになりました。1回目が 2.2 キロ走って 15.9 キロメートルパーリッター、2回目は 16.2 キロメートルパーリッター、
そして3回目も全く同じの 16.2km パーリッターとなりました。アルミテープなしの状態で走った燃費ですが、この3回の平均が 16.1km パーリッターとなっています。1回あたりの走行はね 2.2km とかなり短めなんですが、それでもね信号もありませんし、他に車もいなかったので加速から停止までねほぼ同じ操作で動かすことができたと思います。でこの次はねアルミテープをつけて同じ条件で走るという感じですね。それではね早速ステアリングコラム下に、アルミテープ貼っていきたいと思います。で貼り方なんですが、今回はね前回と違ってちょっと細めのテープを買っています。これはねちょっと理由があって、その理由というのがねトヨタのアルミテープを真似ようかなと思ってます。こんな感じで、まあ、アルミテープをねこんな感じにして、でトヨタの純正っぽく貼っていきます。よいしょ、ちょっと曲がっちゃったな。よいしょ、うわ薄いなこのテープ。いやしかし薄いアルミテープですねこれ。よいしょ、よし、これトヨタの純正こんな感じになってるじゃないですか。まあ、なんでそれを真似して細いので貼ってみました。これでねもう一回燃費の測定してみます。じゃあね早速アルミテープを貼った状態でのテストに入りたいと思います。でさっきと同じような感じで 2.2km のコースを3回走りました。1回目の燃費は 16.1km パーリッターでした。続いて2回目が 16.4km パーリッターと、ここまで最高記録の燃費です。最後3回目がなんと記録を更新して 16.6km パーリッターとなりました。ステアリングコラムにアルミテープをつけて測った燃費の結果ですが、3回の平均は 16.36km パーリッターとなりました。さっきの3回の平均が 16.1km パーリッターですから、まあね一応良くなったといえば良くなってはいますね。これがね今回の燃費テストの結果です。まあそれぞれね1回目2回目3回目の個別の結果を見ても、まあアルミテープなしとありではありの方が良くなっていますね。で当然平均でも良くなっていますから、まあ誤差の範囲と言われれば誤差の範囲なんですが、これはねある程度効果があったと言えるかもしれません。少なくてもステアリングコラムにアルミテープを貼ることでマイナス効果はないというのは間違いないかなと思います。アルミテープをつけたままね今ちょこちょこ走っているんですが、ハンドルがね重くなったような気がしますね。ハンドルが重くなったというか直進安定性が増したっていう、まあ、そんなイメージです。で結構きつめのカーブとかを曲がる時もよりねこうハンドルが直進に行こうというような感触がありますね。まあ、ここね結構きつめのカーブなんですが、ここなんか重たいですよねハンドルが。いやーなんか違う気がしますね。やっぱりフラシーボ効果かな。もう一回 U ターンして今のきつめの曲がり角をね曲がってみたいと思います。まあ、直進安定性が増すという話はね聞いたことがあったのと、前回もねアテンザの時もハンドルのねこうハンドル切った後の切ってから戻った時の収まりの良さみたいなのを感じたので、まあ、その辺がねやっぱり違いなのかもしれないですね。この急カーブを曲がろうとすると、ちょっとカメラが吹っ飛んじゃいましたけど、
やっぱりね、少し違うような気がしますね。で、このアルミテープね、剥がします。今剥がして、剥がれましたね。これね、剥がしてもう一回ね、同じ道を走って体感で違いがあるかやってみます。この後ね、音声がうまく取れてなかったのでアフレコで吹き込んでいますが、やっぱりね、アルミテープ外すと直進安定性が少しね、落ちるような感じがしますね。ハンドルの収まりなんかはもともとすごくいいので、あんまり違いは感じませんでしたが、やっぱりね、アルミテープが貼ってあると気持ちハンドルが重くなって直進しようという力が強くなっているように思います。ハンドリングの違いは街中で乗っている限りは僕が感じられるレベルだとそのくらいかなと。ただね、燃費に関しては誤差の範囲と言えるかもしれませんが、まあ、確かにね、数字上は若干良くなっているということで、僕の個人的な考えになりますが、ステアリングコラムのアルミテープチューン、効果があったと言えるのではないでしょうか。今回ステアリングコラムをやってみましたが、次回はね、ボンネットの中、エンジンルームの中と、それとあとね、外装ですね、バンパーだとかにアルミテープを貼ってみて同じようなテストしてみたいと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。